デモニカを探索モードに切り替えます。来たことがあるようで来たことがない。どうにも紛らわしい場所だな。俺たちをたぶらかしてやがるぜ。気味の悪い光景だね。いや、奥にはまた別の光景があるって言うんでしょ。変なところに迷い込んだりしないかな。なんか不安になってくるな。おい、弱気も俺たちの敵だぞ。気をしっかり持って任に当たってくれよ。何か物足りないと思ったら、うるさい奴が一人いないのか。いなきゃいないで調子が出ないもんだな。ああ、姫ですか。まあ仕方ねえよな、あの状態じゃ。仕事の割り当ては増えそうだが、しっかりやってこうぜ。勇ましいゼレーニン注意も迷わないようにな。進むしかないものね。地上に戻る方法を探すにしろ、別の道を探すにしろ。フォルマサーチ発動。汚らわしき人間がこの地にまで足を踏み入れたか。許さぬぞ、裏切りの種族。地上を黒き夢で犯した者ども、いたずらに未来を歪めた報いをこの地で受けるのだ。わらわの幻なす力は今はお前たちを、そして人間たちを滅ぼすためにある。この先とっくりとその身をなぶってくれようぞ。惑い、嘆き、衰え、そして生き絶えるがいい。さて、冗談ではない。戦局を変える。
ルマサーチ発動。エネミース悪魔フォローしろ。当たれ。エネミーサーチ悪魔冗談ではない。勝利をこの手に。
戦局を変える。ほう、それは悪い。それは良い。それは良い。発動。フォローしろ。ほう、それは良い。それは良い。共に行くは私。フォルマサーチ。フォルマサーチ。フォルマサーチ。チャンスだ。
エラーインストール。おや、あなたはあの時の人間ではありませんか。人の子がこのような地にまでたどり着こうとは。ここは原始の織りなす世界。この地を支配する悪魔の能力で様々な幻が生み出されているようです。厳格に取り込まれぬようお気をつけください。マンセマットね、やっと見つかったわ。追いついたわよ。もう何か話をしたのかしら。これはこれはゼレーニン、あなたまで。あれほど悪魔を恐れていたあなたがこの忌まわしい地を巡るまでになるとは思っていた以上だ。とはいえこの地の悪魔どもにはお気をつけて。さてお二人に聞いていただきたいことがあります。我々は今神の御使いたる同志を招聘し兵力の増強を目指しているのですが、幻覚をカムフラージュとして利用しようやく聖なる拠点を築き上げることに成功しました。今も我らが聖地に続々と天使たちが集まってきています。これも来たるべき悪魔たちとの決戦に備えてのこと。悪魔の地上侵攻を抑えるにはお互いの協力が不可欠なのです。我ら御使いたちはこの先の隠れ場におります。私もできることあらば協力いたします。共に魔の軍勢と戦っていきましょう。道の番をしていた天使にはあなたたちを通すよう伝えておきましょう。ありがとうマンセマット、私たちも助かるわ。今度は私からいいかしら。少しそう来ると思っていましたよ、ゼレーニン。あなたは何やら思い悩んでるとお見受けしますが。私そんな素振りをしてたかしら。確かにそうなんだけど、あなたの意見を聞きたいの。いえ、話を聞いてもらえるだけでも。喜んで聞かせてもらいますよ。話したいのは私たち調査隊のことなの。なんとかここまで来てはいるけど、一度地上へ戻ろうとして失敗しているから危ないものだわ。クルーの結束はボロボロよ。口論が絶えないし、自分勝手も目立ち始めたわ。何とかしようとする人もいるにはいるけど、それもいつまで。つまりあなたたちはあの鉄線の中でバラバラになりつつあると。一言で言えばそうだけど、いえそれだけじゃないの。私は疑い始めてるの、あの調査隊で。私たちは知らず知らずに悪魔に心を侵されているのではないかって。信じ合い助け合うべき仲間が何かと不安に陥るのはそのせいかもと。悪魔に侵されているなんてそんな兆候は見えませんよ。いつぞやは腐りただれた国でアスラに襲われてはいたが、今は違うと思いますがね。ただあなたは人の子がもともと抱える問題に突き当たっているのかも。
人間がもともと抱える？そもそも私には人の子、人間というものが不可解な、なぜ信頼というもので結びつけるかという点でです。あなた方は互いに信じ合うことは素晴らしく、良い結果を生む力になると考えているようだが、そんな不確かなものに頼ることにどうして疑念を持たないのでしょうか。信頼とはおそらく心の自由から生まれてくるものなのでしょうが、おおよそ人の心の働きというものは、厳しい苦難に遭えばたやすく人間同士の信頼が断ち切られ、裏切りが起こるように。人間の信頼は固い絆足りえないものだとあなたは考えるのね。では私たちのすさんだ状況は仕方のないことだと？そうは言いません。これまで人の子はその歴史で不信を何とかしてきた例もある。私の話を聞いたからといって悲観せず、あなたたちの進むべき道を諦めずに探すことです。もっともまやかしでもなく、欺きでもなく、人の心を導く術を手に入れることができるならそれが一番ですが。人の心を導く術、そんなものが？今のあなたたちにはそこまで必要としないでしょうがね。ともかく今は仲間を思い行動すべきです。どうしてもまた道に迷うことがあるなら、その時はまた私を探すといい。そろそろ同志の待つ隠れ場へ行かなくてはなりません。ではゼレーニ、いつか共に魔の軍勢を倒さんことを。あなたにも話せないようなことをあの天使には話してしまったわね。どうしてかしら。でも少し気が晴れたわ。レッドスプライトの中では話しにくいことだったから。セクターグルースで任務遂行中のクルーに連絡します。ジャック部隊の基地にて不穏な動きがあるとの連絡が入りました。一度レッドスプライト号に帰還し、新たな指示を受けるまで待機してください。繰り返します。セクターグルースで任務遂行中のクルーに連絡します。一度レッドスプライト号に帰還し、新たな指示を受けるまで待機してください。急な指令ね。一体何が起こったのかしら。武装解除も徹底したはずなのに。とにかくレッドスプライト号に戻りましょう。ジャック部隊基地はどうなってるんだ。状況を聞かせてくれよ、アーサー。ジャック部隊の監視を行っているクルーから連絡が入りました。彼らはライトニング号の機能を駆使し、悪魔研究を継続していたようです。そこで手に入れた悪魔を武器に武装放棄し、現在監視クルーらと交戦状態になっています。まずいな。戦闘能力を剥奪してたとはいえ、悪魔を使ってきたんじゃ意味がない。ともかく放っておけない事態だな。
ライトニング号の悪魔解析技術はレッドスプライト号の数段上です。ジャック大佐が刺激していた悪魔の強さから見てもその脅威は明らかです。光線中の監視クルーラも危険な状況です。これはライトニング号から？入電があります。ライトニング号からの通信です。何かあったのか、監視クルーに。通信をメインのモニターに回してください。やあ、レッドスプライト号の皆さん、つまりはクソタレども、別に挨拶の必要はなかったが、てめえらの仕打ちに頭にきてた。知らせてやることにした。なんて優しいんだ俺は。望まなくても天国行きだな。これはライアン。ライトニング号からってことはあいつらに奪い返されたのか。ご名答だ。できるクソタレだな。お前はお前らの丸気な仲間たちは俺たちがぶっ殺して差し上げた。給料の払いが浮くな。感謝しろ。ジャックもいい技術を残してくれたもんだ。うまいこと隠して。変に気真面目じゃなけりゃもう少し長生きできたのにな。うわ、仕方がねえ。このライアン様はジャックとは違うぜ。もっと人間を知っていて謀略に長けていてアグレッシブだ。とっておきの悪魔軍団を作ったらお前たちを皆殺しにして全部奪い取ってやる。覚悟しとくんだな。ライトニング号からの通信切断です。あいつら俺たちの仲間を殺しやがった。許さねえ、許さねえぞ。ライトニング号を奪い返して悪魔の実験を開発してるだなんて、今度は私たちがあいつらの標的になるわ。どうなってしまうの、レッドスプライト号は。だからあの時に潰しときゃよかったんだよ。ヒメネス、お前。これで分かっただろう。甘っちょろい情けなんかこの世界に必要ないってな。やるかやられるかだ。分かりやすい話じゃねえか。さっさと報復行動開始といこうぜ。なんなら俺だけでもやってやるぜ。今すぐライトニング号を鉄の棺桶に変えてやら。おいアーサー、相当ミッションを発令しろよ。そのためにクルーを帰還させたんだろな。あお前だってやる気だよ。待って、ここで人間同士が争って何になるの。いたずらに犠牲者を増やすだけだわ。なんとか血を流さないで済む方法を考えるべきよ。どんだけいい子ちゃんなんだお前はよ。殺してやると言ってきた相手に何を遠慮する必要があるってんだ。協定は破る、悪魔を兵器化する、体全体の安全保障から考えてもよ、この殲滅は正当化できるぜ。非難を受ける道理なんざねえだろ。ライアンは準備ができたら俺たちを襲うと宣言してきたんだ。後手を踏んでる場合じゃないぜ。早く攻撃すべきだ。進んで戦いたくはないけど、自分たちを守るためよ。
仕方ないわ。でも…でもじゃねえ。それなら聞くが、血を流さない方法とやらはあんのか。それができるんなら俺はそれでもいいんだぜ。人の心を導く術。マンセマットが言っていた。それがあれば、もしや。私に。クルーの皆さん、私に少しだけ時間をいただけませんか。これまで私を幾度か助けてくれた天使マンセマットなら、この苦境を救う方法を教えてくれます。できるだけ血を流さずに済むように。またあの天使に頼るのかよ。仕方のねえ女だな。ごめんなさい。あなたに頼みたいことがあるの。私をセクターグルースのマンセマットのところまで連れて行って。お願いよ。ありがとう。あなたは助けてくれると思ってたわ。アーサー、許可してもらえる？マンセマットに会いに行きたいの。もちろんこの事態を収拾するためよ。ライトニング号を取り返したジャック部隊には何らかの対処は必要と判断します。しかしその方法を武力による殲滅とは現段階で限定しません。事態を収拾する方法であればどのようなプランでも認めます。ジャック部隊を何とかするならやり方は自由ってわけか。ゼレーニン中尉の提唱プランは過去の実績から見ても決して可能性がないとは言えません。行動許可と時間的猶予を与えます。ただしジャック部隊の攻撃がいつ行われるとも知れません。成功であれ失敗であれ速やかに結果を得てください。ありがとう、アーサー。時間がないわ。マンセマットのところへ急ぎましょう。ではあなたたちの良い報告を期待します。おい、
が。聞いておくか。おい、勝手な真似は許されないぞ。すぐにそこから退却し任務に戻ってくれ。チャンスだ。発動。スペーススキャナー。エネミー悪魔。当たれ。
ところで、さて。はあ？フォローしろ。
戦局を変える。ちょうだいね。
フォルマサーチ。さて、うん、フォローしろ。フォローしろ。良い選択をしたな。
賢く使ってちょうだいね。良い選択をしたな。よく来ましたね、ゼレーニ。どうです、私たちの聖なる拠点は。さて、今日はまた何か用があるように見えますが。この間話を聞いてもらったばかりだけど、早くもあなたの力を必要としてるのかもしれないわ。私たちはまた大きな問題を抱えてしまったの。悪魔ではなく人間の問題を。なるほど、すべてを我がものにしたいという欲求。身の程を知らぬ人の子たちの行き着く果ての一つですね。心の自由に流された一つのよからぬ姿、まさにそうです。ゼレーニン、あなたはそんな愚かな者たちにも慈悲を差し伸べたいのですね。わかりました。あのような者たちでも神に仕えし者として改心させられる方法がないわけでもありません。それは天使の声による歌唱です。天使の歌唱。古来より天使の放つ歌唱には人の子らを導く力がありました。大いなる御使いの導きはどのような世俗の誘惑にも勝るのです。ということは、マンセマット、あなたの歌が皆を救済してくれるの？残念ながら私の歌唱は現在の人の子たちには効き目がありません。時代の移り変わりとともに心も移り変わった人の子には私の歌唱は合わないのです。
ここにいる天使たちも同様、歌ったとしても人を導くですが、ご安心ください。歌唱機の機能は失われ、人を神の御使いに変容させる力です。変容により力を得た人間を天使として我が同士に迎え入れる。それがマンセマット、神の軍団を率いることを許された私の本当の力。この力を加護として、人の子よ、あなた方自身が天使となるのです。私たちが天使に？敬虔な心を持つ人の子が天使と化すことは、人の歴史の中でもそう珍しいことではありません。むしろその方が他の天使より偉大な力を授かることが多いのです。人の子の歌声には神を喜ばせ魔を打ち払う力があります。あなた方が天使となれば、必ずや歌唱機たる機能、いやそれ以上の力を得ることでしょう。さらに天使となることは、人である身にとって最大の幸福。消せない悲しみ、絶え間ない迷い、人が持つ苦しみはすべてこれで消せるのです。天使の力、消せる悲しみ。もっとも、この天使への変容に誰もが耐えられるわけではありません。ふさわしい霊性がないもの、神への敬虔さが十分でないものが変容を行おうとすれば、我が力は裁きの火となり、そのよこしまなる者の身を焼き尽くすことになるでしょう。それに天使となった身は、人のことは違う運命を背負うことになります。たとえあなたたちが地上へ戻ることができたとしても、よく考えてご決断を。ではお二方、いかがいたしましょう？私が天使になるわ。大丈夫よ。今の私では何もできない。だから私ね、このシュバルツバース調査の途中から疑問だったの。もし私たちが地上に戻ることができたとして、いえ、仮にシュバルツバースを破壊することができたとしても、地上の人たちは救われる？シュバルツバースがなくても、地球は害毒となった人間自身によって滅ぼされ、人間自身も滅び去っていくんだわ。その過ちを改め、導くための力が手に入るのかも。ジャック部隊を鎮めるだけでなく、人々を救う力にもなりたいの。ゼレーニ、あなたの覚悟、確かに受け取りました。おお、神よ、私の目に狂いはなかった。ゼレーニンの魂は救いの御使いとして生まれ変わらんとしています。さあゼレーニン、こちらへ。ねえ、悪魔たちはこのシュバルツバースで人間の愚かさを私たちに突きつけたわ。不幸にもそれは彼らの作り事でなく、私たちの本当の姿の一つだった。悪
魔らが放とうとしている厄災は他でもない、私たち自身が生み出しているも同然なのよ。だからといって私は人間に救いがないとは言いたくないわ。私たちは高みに登りうる力もまた持っているはずなのだから。行ってくるわね。ではゼレーニン、目を閉じてこの指先に額を。さあ、新たな使徒の降臨です。ご気分はいかがでしょうか。すがすがしい気分。これもマンセマットあなたの導きのおかげです。私はこの乱れた地を、そして人類を正す光となるでしょう。これからはあなたが人の子を導いていくのです。あなたのような御使いが生まれたこと、主はきっとお喜びになるでしょう。どうですか、光の力で生まれ変わった私の姿は。どうやら今まで通りの接し方をしていただけそうですね。姿は変われど私の使命を忘れてはいませんよ。では参りましょう、ジャック部隊のところへ。おや、よく来ましたね。我々は着実に力を蓄えてます。魔の軍勢を打ち負かすために、いつか攻め入る号令をかける時にはあなたも共にあってほしいものです。では時間が許すならごゆっくり。帰ってきた、帰ってきたぞ。これがあのゼレーニンなのか。どうもクルーの皆さん、心配をおかけしました。いえ、この姿を見て驚き戸惑っているのかもしれませんけど、
どうか安心してください。私は今までと同じようにあなたたちの一員です。今までのゼレーニンにはなかった気を感じるというか、すごく穏やかだけど威圧的な。良き存在の助けを受けて私はより良きもの、より強きものとなって帰ってきました。これまで以上に皆さんの力になれます。今は荒れているジャック部隊も、私が新たに授かった力があれば沈めることができるでしょう。彼女は身を投げ打って私たちを救おうとしてくれてるんだわ。なんという気高さ。それはどうだかな。献身の真似事に酔った自己満足かもしれないぜ。みんなのためなんだか自分のためなんだか。ヒメネス、あなたを元の体に戻せる力が私にあればいいのだけど、どうも無理そうよ。ジャック部隊は私が沈めてみせるわ。あなたは休息をとっていて。俺にあんまり話しかけないでもらいたいな。どうもその声が頭に響いてキンキンするぜ。ジャック部隊のことはやってみるがいいさ。本当にできるんならな。ゼレーニン注意の期間を確認。体質の変貌はあるものの、これまで通り任務についてもらいます。それではジャック部隊基地への移動準備に移ります。各クルーは所定の配置についてください。異形の者がクルーに2人も。いくら魔界のような血だからってどうなるんだ調査隊は。なあ、確認する？ねえ。あら、治療室。興味深いわ。またです。
ておくか。おい。邪悪な気が漂っている。人間と人間が争えば悪魔のそれと変わらない。早く清めなくては。見届けてくれる？生まれ変わった私の力を。あの反逆の者たちの行いをきっと改めさせてみせます。大丈夫よ。神に授かった力を信じましょう。フォルマサーチ。人の子らよ、罪深き行いをやめ、耳を傾けなさい。さあ、聞くのです。大いなる導きの歌唱を。神よ、愚かな私をお許しください。我々は早めました。助け合うべきであった人間を。我々は間違っていた。なんて罪深いことを。おお主よ、私たちは懺悔いたします。どうかお許しを。さあ人の子らよ、自らの過ちを悔い、悪魔たちと手を切るのです。この声は我らを導く天の声。様の声。アリルヤ、ゼレーニン。アリルヤ、ゼレーニン様。どうやら成功したようですね。少しとはいえ、神の御心を伝える者が増えたことを、あの方は喜ぶことでしょう。なんだこいつらは。君が悪いぜ。これがお前の力か、ゼレーニ。これは私の力である、神の力。彼らは導かれるべくして導かれたのです。そう、正しき方向へ。正しき方向だと？俺にはこいつらがイカれちまったように見えるがな。とんでもない奴らを増やしてくれたもんだ、ゼレニ。何を言うんだヒメネス。俺には
お前が言いがかりをつけてるようにしか見えないぞ。俺たちどころか、ジャック部隊にも被害を出すことなく投降させてるじゃないか。ありがとうゼレニー、おかげで血を流さずに済みそうだ。さあライトニング号の中も改めに行こう。ゼレーニ、お前は次は何を？さてジャック部隊の武器となるものは徹底廃棄だな。なんといっても兵器にしてた悪魔どもだが。おいライアン、悪魔たちはどこだ？我が主よ許したまえ、我を許したまえ、罪深い我を許したまえ。聞こえねえのか？おいライアン答えろ。ライアン、私たちをあなたが捕らえていた悪魔のところへ連れて行きなさい。かしこまりました、ゼレーニン様。悪魔たちはこちらです。従うのはご主人様の言葉だけかよ。では捕らわれた悪魔たちの様子を見に行きましょう。悪魔たちはここでございます、ゼレーニン様。医療室の機器まで使ってたのか、こいつらは。では、悪魔たちを外に出すように。はは、かしこまりました。やめなさい。あの者たちへの手出しは私が許しません。私の歌声を聞き、彼らは自分の愚かさに気づいたのです。人の子の身勝手な行いに憤る気持ちはわかりますが、乱暴な振る舞いを見せるようならば容赦はしませんよ。ここはおとなしく引き下がりなさい。クワバラクワバラ。どうだ、ヤマ・マーヤ、こいつらどこに行く気だ？だが
ありがとう。悪いが、ちょっと抜けるぜ。俺はしばらくあいつらを追いかける。同じように実験の犠牲になった身の上のあいつらが何をしようとしてるのか、俺には知っておく必要がありそうだ。大丈夫だ、そのうち戻るからよ。じゃあな。ゼレーニンには気をつけろよ。悪魔についていきましたか、あの悪魔人間は。まあいいでしょう。さあ、これでジャック部隊の統制は完了ですね。私は一度マンセマットのところへ赴き、一連の結果を伝えてきます。あなたはこのままレッドスプライト号へ報告へ戻るのがいいでしょう。これでミッションは成功裏に終了のはずですから。基地内で行動中のクルーへ、ジャック部隊の再統制完了を連絡します。所定の任務が終わったクルーはレッドスプライトに帰還してください。ゼレーニン中尉とヒメネス隊員についてはその独自任務への移行を承認します。お帰りなさい。任務完了、ご苦労でした。これで本来のミッションであるシュバルツバース調査に移行できます。それにしてもゼレーニンの歌、神の奇跡を見ているようだったな。ゼレーニン、本当に天使に生まれ変わったんだな。ゼレーニンはやばいだろう。行き着くとこまで行っちまった。だいたいあれが奇跡だというのか。ジャック部隊のやつらみんなマインドコントロールされたような目をしてたぞ。ゼレーニン中尉の生体振動から発せられる声の領域を観測しましたが、おおよそ人間の発する声の質とは異なり、他の音質との類似も見られません。現時点で分かっているのは、脳波に直接影響を及ぼす共鳴信号という事実だけです。類似例を挙げるなら、デルファイナス気象の治療に使用した MK 型治療器でしょう。あの波長に共通点が見られますが、出力の強力さなどはこれを大きく上回ります。やっぱりやばいんじゃないのか。下手したら俺たちも。不明な点が多いながらも、ゼレーニン中尉の特殊装備として戦力と考える手もあります。第一に、攻撃性、凶暴性が著しく低下し、持続性も認められる効果。第2に、対悪魔攻撃手段になり得るという報告。以上の事例から見ても、現時点では有用であると判断します。わかったよ、アーサー。今は、ゼレーニンができてないことを喜んでおくよ。では次に、セクターグルースについて入手した情報です。
セクターグルースを支配する悪魔の名がヤマ・マーヤーであるという情報が入っています。ジャック部隊に捕らえられていた悪魔からの情報です。エキゾチック物質を入手する手がかりとなる可能性がこれまでの状況から推測されます。なるほどね。今度の相手はマーヤーって悪魔か。他に情報はないのか、そいつの居場所とか。マーヤー、あるいはそれと推定されるエネルギー体の位置などは不明のままです。このセクターの特性である幻覚作用、つまり視覚を中心とした情報撹乱が調査を困難なものにしているためです。現在ジャック部隊に捕らえられていた悪魔がヤマ・マーヤーを知る唯一の手がかりとなっています。この悪魔から戦闘もしくは和平交渉で情報を得ることも有効な手段と考えます。調査隊として効率の良い方法で任務を遂行してください。残念だが今のままじゃマーヤーに会うことすらままならないぜ。今話していた悪魔たち、セクターグルースの隠れ場へさ。隠れ場？お前ならわかるだろう。スペーススキャナで発見できる隠された空間、そこに悪魔たちの集落がある。マーヤーがいる場所もその隠れ場からつながっているとしたら、そこを一度経由しないとマーヤーにはたどり着けないぜ。だが安心し、これは隠れ場に入るための鍵って悪魔から渡されたもの。このフォルマを研究しメインアプリの機能に落とし込めばお前もその隠れ場に行けるはずだ。俺はこんな体になっちまったし、脱出なんて正直どうでもよくなってきたんだが、お前にはいろいろ世話になった。そのお礼ってことでフォルマはやるから、あとは好きに使ってくれ。この体の力で自由に往来できる俺には不要なものだからな。ヒメネス隊員、フォルマの入手ご苦労でした。ヒメネス隊員の独断による行動は推奨できるものではありませんが、悪魔軍とのコネクションが後の展開を有利にすることを期待し、現段階では不問とします。ちょ、いちいちうるせえな。協力してやってるんだから自由にやらせろよな。あなたはラボのアービンに開発要請を行ってください。メインアプリの強化が完了し次第調査を続行してください。はあ、なあ、なんだその怪しい光は。そうか、ヒメネスが持ってきたか。どれ、貸してみろ。チェン、準備はいいか。いつもの要領で行くぜよ。 Take it easy、 冷静に行きましょう。まずは…ちくしょうめ。冷静に行きましょう。すまん。 Take it easy。
楽勝ですよ。なかなか怪しいフォルムだったが、どうやらうまくいったな。よし、デモニカに機能を追加してやろう。